皆さん待望のゼルダの伝説最新作ティアーズオブザキングダム、こちらのアミーボが5月12日に発売ですね。で、オープン価格となっておりまして、こちらに関しては先日もう公式から情報が出ていたかと思いますが、いよいよ発売間近となりました。で、今のところはですね、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムと同時発売となっております。で、アミーボでできることとしましては、こちらに挙げられていることですね。はい。まあ、具体的には、冒険に役立つ素材や武器のほか、特別なパラセールの生地が手に入ることがありますと。で、デザインとしましては、今回のリンクに関しては、こちらですね。デザインがこちらとなっていて、で、この生地をもとに、パラセールを作ることが可能となっております。で、その他にも、ゼルダ関連のアミーボはいくつかございまして、で、それぞれですね、パラセールの生地が異なっておりますので、そこのところはですね、別途確認をしていただければと思います。まあ、こういった形になってますね。で、今のところは全4種類となっております。で、それに加えて、デフォルトの生地だったりとか、他にもいくつか生地がございますので、限定生地は今のところは、こちら4つが該当するって感じかな。で、それに加えて、やはりここで気になってくるのが、ダウンロードコンテンツ。こちらに関する内容よ。おそらく多くの方が気になっているんじゃないかなと思います。で、今日はですね、こちら、エキスパンションパス、ダウンロードコンテンツ、こちらに関する内容ですね、取り上げていきましょう。では早速中身に入っていきたいわけですが、その前に、もしよろしければ、これを機会にチャンネル登録、そして高評価もポチッと押していただけると、非常に嬉しいのでよろしくお願いします。で、まずですね、前置きとしまして、じゃあ前作のブレス・オブ・ザ・ワイルドの時はどうだったのかっていうところ話していきましょうか。で、こちらに関しましては、エキスパンションパスがなんと本編の発売と同日に販売が開始となりました。まあこれですね、だいぶ昔の話になってくるので、まあどれぐらいの方がね、覚えてるかわかりませんが、実はね、同日発売となっておりました。で、エキスパンションパスの内容としましては、発売日以降に順次発表されていましたね。なので、今回もですね、同じようなケースになってくるのじゃないかなと思っております。まあ、現時点では、エキスパンションパスについて特に言及されておりませんから、まあ、発売してから、まあ、1週間、2週間、3週間、ないしは、6月に任天堂ダイレクトが、予定されているかと思いますので、そのタイミングでドカンとね、発表があるかもしれません。まだそこについては分かりませんが、可能性としてはそこら辺が考えられるんじゃないかなと思いますね。で、前作の購入特典としましては、まずは始まりの大地に特製宝箱が追加となりました。で、これっていうのは、エキスパンションパス限定の装備などが入った宝箱が3つ出てきた記憶がございます。おそらくこれは合っているかと思いますね。で、これがまあ、最初に、ゲットすることができた特典ですね。で、エキスパンションパスは、第1弾と第2弾に分かれていて、で、そこからですね、第1弾が、6月の30日に入りました。なので発売してからですね、結構時間が経ってから、エキスパンションパスが配信されたって感じなんですよね。ただ内容がですね、相当多くて、剣の試練、足跡モード、マスターモード、ワープマーカー、宝探しで見つかる装備品発展、コログのお面となっております。で、それぞれですね、簡単に話していきたいと思っているんですが、まず、剣の試練に関しては、裸一貫の状態で始まりまして、フルアにいる魔物を全滅させて進んでいくチャレンジモードのような試練となっておりました。すべてクリアするとマスターソードが覚醒し、真の力を常に発揮できるようになりました。なので相当強力なんですよ。で、足跡モードに関しましては、今まで歩いてきた道のりがマップを見ることで一目でわかるようになる機能でした。
で、マスターモードに関しましては、敵の強さが上がり、体力も徐々に回復し、通常のモードでは登場しない最上位の敵も出てくるようになりました。いわゆる、ハードモードのようなものですね。まあ、そういったものが、マスターモードってなってました。で、ワープマーカーに関しましては、現在地をワープ地点としてマップに登録できるアイテムとなっております。そして宝探しで見つかる装備品発展って形で先ほどお話ししたんですが、まあ具体的にはですね、ムジラの仮面、ミトナの冠で、あとはチンクルの服とかチンクル関連かな、で、あとはファントムの兜とか鎧とかスニアテとか、なんかそこら辺がねゲットできた記憶がございます。で、それら8点が、宝探しで見つかる装備品となっておりました。で、コログのお面に関しましては、各地に隠れているコログの近くを通るとお面が反応し、近くにいることを教えてくれるお面ですね、こちらが手に入りました。で、こういった形で第1弾はかなりモリモリでしたね。皆さん、試練の覇者覚えておりますでしょうか。で、そこからですね、時は流れ、12月8日。だいぶ時間が経ちました。だいぶ時間が経ちまして、第2弾が配信されました。で、このタイミングで、英傑たちの歌が配信となりました。で、具体的には、英傑たちの歌、宝探しで見つかる装備品9点。で、古代のバグっていうところで、こちらがですね、追加されたんですよね。で、この中で、やっぱりメインとなってくるのが、英傑たちの歌となっていて、新たな祠であったり試練が追加され、クリアしていくごとに英傑の能力を強化することができます。で、すべてクリアすると、マスターバイクゼロ式を入手することができます。英傑たちのまだ見ぬストーリーとなっておりました。で、装備品9点に関しては、青いエビシャツ、ラビオの頭巾、ザントの兜、ファントムガノンの兜で、鎧と具足で、この衛兵の帽子、服、そしてブーツが手に入りました。で、これら9点となっておりましたね。で、古代のバグに関しては馬の装備品が入った宝箱が出現しました。で、さらにですね、白車の回数を増やせる古代の手綱であったりとか、遠く離れている馬でも呼び寄せる古代の鞍であったりとか、以上の2つを入手することが可能でした。いやー懐かしいね。まあ、こういったものがですね、実はブレスオブザワイルドのエキスパンションパスとして追加されました。で、お値段がですね、2547円となっておりました。まあこれが高いのか安いのかと言われるとぶっちゃけわからないけど、まあこういった形でエキスパンションパスでもろもろ追加されました。ただ追加ストーリーとか、まあ一応追加ストーリーって認識であれいいのかな、ちょっと表現難しいところではあるんですけど、まあ、いくつか追加されました。まあ、非常にですね、やり込み要素もたっぷりでしたので、まあ、非常に満足感が高かったエキスパンションパス、ダウンロードコンテンツになっていたのかなと思いました。で、おそらく、この、Tears of the Kingdom も、ほぼ間違いなく存在するかと思いますので、これは期待できると思いますよ。で、冒頭でも言った通り、発売日と同時に発表があるのか、ないしは任天堂ダイレクトなのか、それとも任天堂ダイレクトは置いといて、まあ、発売から1週間2週間経ったタイミングで発表となるのか、ちょっとまだわかりませんけど、おそらくいずれかのタイミングで、こちらのダウンロードコンテンツも発表があるんじゃないかなと思ってます。で、特徴としましては、ポケモンとか他のね、任天堂タイトルと異なりまして、そう、発売日前っていうか、まあ、発売日と同時にね、まあ、発表があるっていうのが結構ミソになってくるので、まあ、ゼノブレードの時も大体そんな感じでしたよね。まあ、発売日前に明らかになってたみたいな。で、ゼルダもですね、同じような傾向にありますので、まあ、ポケモンみたいにもったいぶって、なかなか発表されないっていうことはないと思うから、もし逆に言うとですね、早い段階で発表がなかったら、エキスパンションパスがそもそも存在しない可能性もあるのかなと思いました。はい、まあ、そういったところで今日の動画一旦終わりましょうか。最後になりますが、チャンネル登録、そして高評価、ポチッとお願いいたします。おそらくゼルダをやってる方であれば、チャンネル登録しておいて損はないかと思いますので、ぜひ気軽によろしくお願いいたします。いやーけど、Tears of the Kingdom めちゃくちゃ楽しみですね。そう。あとわずかで発売か。マジでね、待ちに待った最新作ですよ。何年待ったことが、2017年から
あれからもう6年の月日が流れました。もうすぐ解禁ですよ。お疲れ様でした。